明けましておめでとうございます。アラドニュースの時間です。1月27日水曜日は女プリースト新覚醒を実装します。クルセイダー、異端審問官、ミコ、ミストレスの4種の新覚醒を実装します。新覚醒スキル映像をどうぞ。合わせて女プリースト新覚醒イベント祝福と救済の聖女も開始します。女プリーストを覚醒させて豪華報酬を獲得してください。1月27日水曜日はコンテンツの追加やイベントも盛りだくさんです。アカウント内のキャラクターまたは傭兵を利用してプレイできるアラドアドベンチャーに討伐戦ザ・オキュラス復活の聖殿ダンジョンが追加されます。地下1階から地下3階までは4人パーティーで、同時に2つのダンジョンまで出陣できます。地下4階では8人のキャラクターが同時に出陣して戦闘を行います。今までのダンジョンより難易度が上がるので、キャラクターを強化して挑んでください。他にもキャラクターバランシングや血統上変更、競売上の機能改善など様々な調整が入ります。大人気装備レンタルイベントタルタルレンタル2を開始します。好評につきなんと5月下旬まで開催です。サブキャラクターの育成にも十分な内容となっておりますので、毎日装備してアラド戦記をお楽しみください。キャラクター育成に役立つゴーゴーハイファイブイベントを開始します。地の位が5のレベルになるとさらに5レベル追加され、ミッションを達成すると超豪華なアイテムが支給されます。楽々キャラクターを育成しながら報酬もゲットできます。マイレージショップのラインナップも更新、他にもイベント満載です。詳しくは1月27日にご確認ください。速報です。ウェブマネーアワード2020でアラド戦記がベストゲームスを受賞しました。インターネット投票にてゲームプレイヤーの声を公正に集計し、オンラインゲームの中から2020年最もプレイヤーに支持されたオンラインゲームを決定する国内最大規模の祭典、ウェブマネーアワード2020の結果発表がありました。アラド戦記に投票いただきましたプレイヤーの皆様、本当にありがとうございました。多くの皆様に愛されるゲームとして受賞されたことをスタッフ一同嬉しく思っております。15周年を迎えるアラド戦記に今年もご期待ください。アラド戦記公式ディスコードサポーターが決定しました。レイドやパーティー募集、決闘のマッチング、育成や装備に関する質問やイベント攻略などで活用いただける公式ディスコードサーバーで活躍する公式サポーターが決定しました。ダンジョン攻略やレイド参加でお困りの場合はサポーターに気軽に質問してください。決闘で強くなりたい方はサポーターに指南をお願いしてみてください。公式ディスコードは気軽にコミュニケーションができるツールですので、公式サポーターの皆様と一緒に多くの方にアラド戦記を楽しんでいただきたいです。一人での攻略が難しいときはぜひ公式ディスコードを活用してください。ツイッターハッシュタグアラドニュースの質問にお答えします。次々と新覚醒が実装されて、今後は男明治とシーフの実装も発表されましたね。私もメインキャラクターのナイトの新覚醒を心待ちにしています。レアクローンアバターの獲得おめでとうございます。過去のアバターやパッケージアバターの販売については前向きに検討いたします。レアクローンアバターでお気に入りのコーディネートを見つけてくださいね。対応しましたよ。
ハッシュタグアラドニュースでつぶやくと取り上げることができますので、今年もどしどしつぶやきをお願いしますね。ハッシュタグアラドニュースでは引き続きゲームに関する質問を募集中です。持ち込み企画も大歓迎です。出演者募集ページからご応募ください。不具合などを含む開発へのご意見、運営へのご要望などはサポートよりお問い合わせください。また次回のアラドニュースもご視聴ください。